マイルズウェアクラフトはかつて存在したイギリスの航空機メーカーである。マイルズとはエンジニアであるフレデリック・ジョージ・マイルズが設計した航空機を市場向けに付けられた名称であった。マイルズでは多数の民間系飛行機と奇抜な軍用機の試作機を設計された。メーカーとして成立する以前の航空機にもマイルズの名が付けられた。マイルズウェアクラフトの前身となった会社は バークシャーのレディングにあるウッドリー飛行場でフィリップスポイスエアクラフトとしてチャールズ・ポイスとジャック・フィリップスによって設立されフレデリック・マイルズはその航空機技術者であった1936年ロールス・ロイスが会社の株主になった航空機はマイルズのブランド名で生産が続けられたが1943年にロールス・ロイスの権利が買い取られ マイルズウェアクラフトが設立された。第二次世界大戦中、マイルズウェアクラフトは、イギリス空軍向けの練習機マスターやマジスター、マスターの派生型の標的栄光機マーチネットなどの小型軍用機を生産した。1947年にマイルズウェアクラフトは破産し、不動産はハンドレページレディングとして、ハンドレページによって購入された。翌1948年、 フレデリック・マイルズは、会、G ・マイルズ・リミテッドを設立し、マイルズの名で生産を続けた。ハンドレ・ページは、マイルズで設計された M60 マラソンを、HPR-1 マラソンとして生産した。また、マイルズの破産時に受中山となっていた8機のジェミニは、2機がハンドレ・ページで、5機がウルバー・ハンプトンのウルバー・ハンプトン、アビエーショングループで、そして1機が、会、 g マイルズ s ミテッドで組み立てられた。1961年、会、g マイルズは、オースターエアクラフトと統合され、プレストスチールカンパニー参加のビーグルエアクラフトとなった。この後、親会社のプレストスチールカンパニーは1965年に、ブリティッシュモーターコーポレーションに買収され、 ビーグルやクラフトは1966年から英国政府の管理下で活動を継続したが1969年には資金的に困難な状況となり再建できずに解散となった。マジスター、ありがとうございます。